緊急事態って何があったんですか、ウォルター教官。侵入隊員が何をしに来た。呼んだのは上級訓練隊員だ。話は緊急案件だ。先を急ぐ。訓練隊員を乗せたヘリがエイクリッドの襲撃で墜落した。救援を待っている状況だ。一刻を争う状況というわけですね。これより救出隊を編成する。クーリスとジュリーを先遣隊として任命する。もう一隊を派遣するが、志願者は手を挙げろ。俺も行く。仲間の緊急事態に黙ってられっか。黙れ新入り。これは訓練ではない。足手まといになるだけだ。言い争う時間はない。仲間の命がかかってんだ。いいだろう。一刻を争う状況だ。出動を許可する。クリス・ランドバード、貴様はエイクリッドを相当しつつ、一刻も早く遭難者たちのところへ急げ。了解しました。必ずやご期待に添えてみせます。ブレンターナ、貴様は別ルートからエイクリッドを相当して進め。いいな。口先だけではないことを行動で証明してみせろ。了解。ルーン、貴様にはブレン隊員との同行を命ずる。このバカが無茶しないよう補佐してやれ。以上、各員行動開始。頑張ろう。行くぜ。救難信号の発信地点まで距離がある。墜落なんて深刻だよ。状況は一刻を争う。各隊急行せよ。みんな無事だといいけど。生きてるか、返事しろ。進軍する。続け。さらっと無茶言うわね。ブレン、僕らも負けてられない。分かってるさ。くそ、邪魔だ。もう少しだ。約100オスプレイを視認。うわ、すっごい、こんなにいっぱい。全て蹴散らすのみ。軽くいっちゃってやってやるわ。この先だ、急ぐぞ先輩くん。クーリス12チーム到着。救助を開始するわ。みんな無事。遭難者は全員収容した。怪我人もいたが命に関わることはない。クーリス、俺はお前たちもご苦労だったな。大口を叩いた割に活躍できなかったがああ悔しいけどその通りだ次の機会には頑張ることだな。帰還する。状況確認。各チームご苦労だった。